武田塾イングリッシュ CEO の伊関です。武田塾イングリッシュディレクターの森田です。この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。いや、アイレツの勉強してて単語力が重要っていうのは聞いたんだけど、アイレツの英単語帳あれもこれもあるしな。いや、一体どれからやったらいいんだろう。武田塾イングリッシュチャンネルで解説してくれないかな。おい、まあまあ先から言うとるやないかな。これやれ言うとるやろ。はよ本屋行って、これここでもんかい。わかりました。ということで、こちら初めての IELTS 英単語対策3600、これがおすすめです。これは、はい、武田塾イングリッシュの IELTS ルートでは基本みんなこれをやってもらう形になっております。なるほど、はい、特徴をまず聞きたいんですけども、はい、もう一言で言うと、もうこれ一冊に全てが入っている。もうそういう言葉で表したいと思います、うん、なぜかと言いますと、まあ、一般的なこう単語帳にあるリストですよね。でそれをまずしっかりとレベルごとに分けているというのが、まあ、大きな特徴です、うん、でそれから特にリスニングのセクションで、あのやはりスペルアウトする、うん、ディクテーションがあるんですね、うん、でそれ結構上級者の方でも悩んで間違えてしまう、その通りです、ことがあるので、まあ、よく出る単語っていうのをあのリスニング用に集めてる、まあ、そういったところも一つの特徴だと。なるほどです、はい、上級者たちにとっては、まあ、リスニングに関してはトフルよりも随分簡単なんですけど、うん、スペルが本当にですね厄介なんです。やっぱり ER、OR、AR がマジで難しいです。やっぱり僕自身もその ER、AR、OR で何度も間違えましたから、うん、やつですね。ヘリコプターとかキャレンダーとかですね、うん、いわゆる後ろにつくやつ、ギターとかもですね、そうですね、このね、いろいろあると思うんですけど、ああいうのって分かりづらいんですよ、うん、覚えてないっていうのがあったりして、そこをついてくるんですもんね、うん、なんでそういったことも分かるっていうふうになってます。そして、はい、スピーキングパート、はいはい、これがですねかなりよくできてるんですよね。あ、ありがとうございます、はい、まあ、スピーキングに関しては実際にあの、まあ、回答例を、まあ、もちろん載せているっていうのはあるんですけども、スピーキングライティング両方共通することで同じ単語を繰り返してしまうと、やはりあのアイルズは印象が非常に悪くなってしまうので、はいはい、まあ、できるだけその効果的に言い換えるいろんなバラエティっていうのを搭載しております。なのでスピーキングのとこからまずやってもらうようにルートは作ってます。お、はい、なるほど。もうここはちゃんとまず覚えとけっていうですね、まあ最上位のところだともうスピーキングのところにこれは入ってますので、掲載されてる単語数が3600あるんですか。3600って書いてあるんで、そうですね、3600多いですよね。そうですね、比較的ちょっと多めに入れてますね、はい。まあ、実際にその留学後に必要なアカデミックボキャブラリーっていう、まあ、いわゆるエッセイを書いたりあるいはディスカッションしたりっていう必要な単語も含まれてますし、本当に IELTS 特化した単語も、うん、全部盛り込んでますので、ほぼ全て網羅しようと思っていただければ、はい、なるほど。まあ、一つちょっとあのライティングに関してなんですけども、 IELTS 特有のグラフを表現するためのボキャブラリ ー、これがね、はい、特殊なんですよね、うん、あ、確かに。あれ僕ネットとかで調べて、ああそうか、こういう風にやればいいのかみたいなのを集めて自分で作ってました、うん、それをする必要がなくなるってことですよね。そうですね、例えば英検で例えば1級取られた方、うん、あるいはトーフルですごくいい点取られた方、じゃあ IELTS ライティングするってなった時にグラフ表現っていうのをちょっと補わないとなかなかちょっと対応できないので、まあ、そういったところも全て網羅させていただいております。単語帳っていうとトフルとかやってる人からするとやっぱアカデミックなものを学ばなきゃっていうので、うん、リーディングだったりリスニングで重要なものとかっていうのが浮かびがちなんですけど、 IELTS の場合はやっぱそこのリーディングのポイントだけじゃなくて、リスニングでさっき言ったようにスペルが書けなきゃいけないとか、スピーキングやライティングで使えるようにならなきゃいけないっていう単語の方が大事なんですね。これが基本の参考書みたいな形で中心的存在になっております。最初のところってフレーズなんですね、うん、ちょっと日本語とあの英語の認識の違いっていうのもちょっと含めさせてもらってます。あとこれ面白いなと思ったのが、例文がついてない単語が結構あるんですね。そうですね、うん、学習者の方が飽きないように、まあ、類語であったりとか、あるいは、まあ、本当にちょっと豆知識的な、ところも、まあ、語源も含めましてちょっと入れさせていただいてるっていう形です、うん、はい、でその代わりにフレーズみたいなのが単語の下に書いてある感じで、まあ、でもこれすごいいいですね。 IELTS でよく出るテーマで使えそうな表現っていうのをちょっとメインにしてますので、はい、あとそれだけかなと思いきやたまに長文が出てくるんですけども、そうですね、先ほどお伝えもう全て入れようということになったので、まあ、実際にここに書かさせていただいている長文は IELTS で出るようなトピックに全て関連してますので、もちろん背景知識もそうですし、その分野別語彙、これもできるように構成しております。グラフの問題のところは回答例になっているってことなんですね。そうですね、はい、うん、でその中で使われている表現が覚えられるようにちゃんと意味とかも赤字で消せるようになってたりとかするっていう構成で書かれているってことですね、はい、これは IELTS 受験する人にとってはすごくいい本なのではないでしょうか。
そしてなんと、はい、今回このサイン本1冊を視聴者1名様にプレゼントさせていただけるということで、この参考書欲しいっていう方はですね、アイレツの目標をコメント欄に書いてもらえると当たるかもしれないので、ぜひコメント欄で書いてもらえたら嬉しいです。このチャンネルでは英語学習に役立つ情報を日々更新しています。 TOEIC 英検英語の学び直しに役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちに質問がある方はぜひぜひコメント欄に書いてください。 Leave comments below.